よいしょっと。あ、どうもどうも。黒田がね、冷血さんと出席するらしいんで、コンプ練習相手ぐらいになればということで、ちょっとバルログをやってみたりしてます。全く僕も分かってないんですけど、一応ね、何らかの後ろ前キック見てですよね、これ。横ため合ってるかな。しゃがみため、あ、はい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 、そことか。あ、これそうか。箱セーバー誰もいなかった。そうなんですよね、対戦が発生しなくて。僕もたまに見に行くんですけど、あれ待ち合わせしないと無理ですよね。中足波動です。中詰め確定の間合いですね。間合いもしくは黒田やから、もしかしたら状況確認で波動打てるんか、中足ヒットで波動打てるんかってところですね。下手したら弱詰め打ってしまっていいのかな、そこは調べですね今から。これはありがとうございます、頑張ります。書いてるとね、やっぱ自分もやる気になるんで、ちょっと最近覚えのしんどいなってなってきたんで書いていきます。これ僕の友人 A で結構上手い人なんで、もしバルログ戦分かってたら黒田が参考にしてくれるんちゃうかなと。今のところ立ち中キックに差し返しが来てないのと、中足波動に対する中詰めがめんどくさそうですね。
繋がってない。 A さんはあれですね、あの有名、僕らにとっては有名な方ですね。多分ウルフォーゼは知らないと思います。いや初プレイですよ、ま、マジで完全な初ですね。移動投げのボタン知ってるだけです。そうそう、冷血さん対策ですね。ジャップかかとも中足、単発止めも中詰め確定。あ、マジか、そらきついな。黒田聞いてる、聞いてるっていうか、あの黒田がいる、森川さんって言っていいんか、森川さんで見てくれてるはずなんで。へえ、中足単発止めも中詰め確定、マジか。どうすんのそれ、どうすんのっていうか、中足波動もですね、さっきちょっと距離でね、しゃがみ中パン間に合ってないとこがあったみたいなんですけど、そうですね、もうなんか黒田もツイッターで森川さんち行くわとか言ってるから、別に言ってもええんちゃうかなと思って。そう、なんとか飛んでいっていいよね、こんなやったら。これできない、ごめん。ごめん、それじゃない。マジかこいつ、どうせ中断やろ最後。牽制技で相性いいのは円柱パン。へえ、円柱パンですか。じゃあクズメなんか大気やかさび、あ、ほう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 、そんなレベルか。初段、あの一発目が普通にパンって普段当たってるあれで4フレなんですか、すごいな。へえ、チュアシャドウにしゃがみ中パン確定。そうそうそう、そうなんですよね、音がちょっとあまりの長さに使えてないだけで、深いとね追っても通すんですけど。こんばんは、やっといてよかったこれ、黒田的にだいぶきついんじゃんかな、知らんけど。もっとね、多分あの空人なり竜巻なりジャンプ大キックなりで飛んで、まあ地上我慢我慢我慢の置き技から這い飛ぶよみたいな感じだと思うんですけどね。あとこの波動嵐と、ヒール波動か、あ、やっす、アホか、攻めて打ち込みや。
コパコパ宙詰めより台形の簡単まであるんですかね、もしかしたら。最終的な飛び、ほうほうほう、飛びらしいよ。俺も飛びやと思うわ、こんなん剣でも飛んでましたね、結構。これ普通に来るしね、結構バレログ使い余裕でこれ出してきますよね。あれ、これの詰めない、どっちも辻。ああ、はいはいはい、あ、一緒なんですか。そっかそっか、ありがとうございます、こんばんは。コパコパの時点でバルログどうなんですかね。完全に初プレイなんで何も分かってないですけど僕はやられたら辛かったですね。飛ぶしかないんかなみたいな。いや、まことっすよ。あの黒田がね、次のあのシュープレの組手が、組手っていうか挑戦が霊血さんに挑戦するみたいなんで、ちょっとこんなくっそ弱いバルログですけど、どこに何が危険なんかぐらいはね手伝えたらいいなと思いまして。沖縄も完全にあれでしたね、家族旅行でしたね。ふん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 、台形確かにそうですね、その方がいいですね。そうなったか、そうなるわな。バルセロナガード後に逃げ読んだら前捨て2回。ああ、はい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 、おお、マジか。EX バイオスの安いけど今先ほど勝利確定。へえ、そうなんですね。そっかそっか、確定か。黒田もちゃんと森川さん通じてコメント見てるはずなんで教えてあってください、ほんまに。皮膚の件なんかあと1週間丸々いけるみたいですね、それ聞いて。今あのお小遣い貯めてます。お、そうね、そうね、ありがとうありがとう、むしろ教えてあって。とか迷っててね、あの井上いくらって言って寄付するようなもんじゃないなっていうのもあるんですけど、ちゃちゃっと匿名でするかそもそも本人知ってんのに本人にやってええんちゃうかみたいなとこも。
テラーなんですね。分かるようにどうなんですかね。なんかまさにそのボスでだけに付き合うことになって意味を全くなしてないんじゃないかって。そう、どっちにしろ沈めろ。攻めたすら黒だ。あれ、あの結構来るから、あの EX バルセロナガードさ大勝利確定らしいで。はい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 、試しててたちが、ほんほんほん、ありえますね。全然ありえますね。あれやな、その前に歩いてきてるバルログには、シワシハドある程度いっても、中盤 EX バルセロナまでは入らないことがあるのかな。でも前に来てる時点で、ためられててセビをね、ここって言ってやったら、セビ食らって、ワンコンボみたいなこともありえそうですよね。シワシハドを軸に言うんやったら。地味なのかもしれないですね。あー、はい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 。殺意の立ち中キックが多分軸ですよね。下がりながら、まあでも全然差し返しできるからな。バルログどうなるんだろうな。僕はやる気ですよ。別にこの対戦に対してやる気がどうこうとかあれですけど、いや僕は常にやる気ありますよ。そうですね、溜めないとね。溜めがあったら球きつくないんですか。あ、そっか、ウルコンか。はい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 、はい、しゃがみ溜めやしな。そうですね、梅波動を打ちながらの対戦になりそうですね。どっちにしろ
で、それがこれで結構潰れるから。ただ背びょうから行けたら気まずいよみたいな。はい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 。42。そうだ、ため早い必要だね。終わったら、へー、はいはいはい、ありがとうございます。やってくるだ。ウメハドを気付けなあかんな。玉抜けはそれ以外ないんですよね。あの EX ハイクローとかああいうなめた技以外ないですよね。斜め下ためがなかったら玉を取っていける。ああ、そうかそうかそうか、ありましたね、玉無敵。Let's get started. Fight!3意見募集しといて反映されないのは調整と運営が別々やからじゃないですかね。結構あります、さっきから結構食らってます。それ、まあ、大中小波動で変わってくるんだろうけど、
の死んだんちゃうの。リエクストラ僕が調整できるんやったら、ウルフォーをサードみたいにしっかりできるゲームにしようとは全く思わないんで、もっと覚えることを少なくていいように、もっと誰でも簡単にできるようにしますね。難しいゲームじゃない、もっと簡単になんか適当に技ポンポン出して当たるか当たらへんかするっていうところをもっと強調したいですね。スマブラ、いや自分であの2台持ってるんでやってます。先行入力とチェーンコンボは、あ、僕やからスマブラの検証そんな難しいこと全然やってないんで、自分で調べれる程度のことしかやってないです。まだそんなに何調べてるか分かってないんで、あーちょっと移動ないか、してしまった。そうっすね、ボタン押しっぱの通常技の先行入力か、もしくはチェーンコンボは絶対欲しいですね。よし、ゲインにする意味がないからな。